疲れた。お疲れ様、グエンダル。お前は疲れていないのか、コンラート。もちろん疲れてはいるが、まあ慣れかな。あなたは普段人混みに揉まれるなんて経験をしていないから余計疲れるんでしょ。そうだな。この圧倒的な人の熱気はどうにも性に合わん。まあこういう時の極意はね、流れに身を任せることです。圧倒的な力の前で素人が下手な抵抗をするとダメージが大きいんだ。肝に銘じておく。世間一般の女性の扱いも一緒です。非暴力、絶対服従。強引な理屈だが、お前が言うとなんとなく説得力があるな。それは光栄ですね。じゃあグエンも今度はアニシナに捕獲された時に思い出して実践するといい。あれは世間一般の女性の枠から外れている。規格外だ。それを言ったら俺たちの周りには規格外の女性だらけだ。とりあえずご婦人の買い物にお付き合いするときは体力を温存しないとね、お互いに。真理だな。だがお前の方がそういう機会には恵まれているだろう。私の数倍ご婦人方の受けがいいのだから。ご婦人人気という点では俺なんかよりグエンダルの方がよっぽど上だ。ただ近寄りがたいというだけの話でね。兄弟で気を使うこともあるまい。どうせ私はつまらない男だ。グエンダルがつまらない？それは俺に何言うてまんねんと裏剣突っ込みしろって合図かな。陛下でもあるまいし、お前と漫才をする気はないぞ。いや俺、陛下にもコンビ組む気はないからって早々に宣告されてるんですけど。組む気だったのか。何がいけないんだろう。やはり持ちネタの少なさかな。いや、それ以前の問題じゃないか。芸家はネオムラケンズなら組んでもいいよっておっしゃってるんだが、そっちはなんだかこう、いや恐れ多くて未だに結成に踏み切れなくて。コンラート、兄として忠告しよう。お前には他にもいいところがたくさんあるだろう。何も無理をして欠落した部分に固執する必要はないのだぞ。欠落した部分、やはり持ちネタの少なさ。コンラート、頼むから軍人としての本分を忘れてくれるな。兄上、お待たせしました。本日のおすすめコーヒーだそうです。はい。ああすまない。大丈夫か、ボルフラム、ちゃんと金は足りたか。僕をいくつだと。子供の使いじゃないんですから心配は無用です。ほらコンラート、お前の分だ。ありがとう。いい香りだ。コーヒーか。最初はどうかと思ったが、飲み慣れるとうまいものだな。だろ。この苦さが独特で慣れると癖になるんだ。でも僕は生クリームがたっぷり入った甘いのの方が好きだ。無理にブラックで飲む必要はないさ。あまり濃いのばかり飲んでは胃を悪くするからな。ボルフはそれぐらいがちょうどいいだろう。なんだその言い方は。僕をバカにして。してないよ。かわいいかわいい。それをバカにしていると言うんだ。そういえば最近新魔国にもこれを扱う店ができたそうだな。コンラート、お前の入れ知恵か。さすがグエン、ご明察。昔アメリカに滞在した時にハマってね、帰ってからも飲みたくていろいろ持ち帰ってみたんだが、豆の栽培に10年かかった。あの城下町の新店舗か。地球産の黒い飲み物を扱う喫茶店だと新日に書かれていたが、あれがコーヒーだったのか。そう、コーヒーのような濃い色の飲み物はあちらではあまり一般的ではないだろう。案の定俺が商売を持ちかけた喫茶店の店主もまるで戦場の泥水のようで嫌だと、最初はひどく渋い顔をしてね。喫茶店の店主まで知り合いなのか。お前の交友関係は時々謎だな。庶民的だと言ってくれ。まあ何のことはない。あれは第12師団の時の俺の部下だった男だよ。貴重な生き残りだ。ルッテンベルク師団か。生還したのならよほどの腕利きだろうに。昔から料理好きでね、剣の腕以上に料理の腕がいいんだ。除隊してから飲食店の経営を始めてうまくやってるよ。その男、経営手腕もなかなかのようだな。戦場の泥水どころか魔王陛下の栄光の一滴だの、
総国の絞り汁だのと派手に銘打って売り出していたじゃないか。おや、やけに詳しいな、ボルフラム。その煽り文句を見て興奮したギュンターがやたらと飲みたがっていたんだ。ユーリが必死になって止めていたから印象に残っている。ああ、納得。で、グエンはどうして俺が手引きしたと？ちょうど魔王の代替わりの時期だっただろう。魔王せんべいだの魔王まんじゅうだのと一緒で、総国の魔王にあやかった安直な便乗商法だと思ったが、その割には手が込んでいたからな。なるほどね。ま、コーヒーと野球に関してはやっぱり地球の方が技術は上だな。こちらにいる間はせいぜい本場の味を堪能するよ。野球はそのうち新魔国の国技になるかもしれないだろ。そうしたら男同士がほぼ全裸でぶつかり合ういかがわしい競技を国技にしている日本などより新魔国の野球技術の方が上になるんじゃないのか。由緒ある相撲レスリングをそういう風に表現するのはちょっと。僕の言い方が間違っていると？あ、いや、各方面に微妙に角が立つから。ボルフラン、仮にも魔族の王が育った国の伝統競技だ。口を慎め。はい、すみません兄上。おい、巫女さんはどうした？お前と一緒に戻ったんじゃなかったか？名前で呼ぶな、ずずしい。ジェニファー母上ならコーヒーの順番待ちの途中で買い忘れがあったからとまた紳士服売り場に戻られたぞ。はあ、あれだけ売り場を巡回してまだ動き回る体力が残っているのか。今日は荷物持ちの男手があったのでまだまだお元気そうでした。はあ、陛下のご武道は何者だ。つわものかな。ま、仕方がないだろうね。どこの世界でもこういう時の女性の気力体力は鍛錬した戦士のそれを軽く上回るものだから。バーゲンとやらをはしごするくらいなら野外の軍事訓練に連日連夜参加する方がずっとマシだ。確かに野外訓練には疲れ果てて座り込むご老人も迷子になって泣きわめく子供もいない。面倒見の良さがあだになったな、グエンダル。敵は老人子供だけではないぞ。そうだろうとも、ボルフラム。タイムセールに突撃するふりでどさくさにあちこち触ってくる輩が男女問わずいたもんな。女はともかく男は許さん。この手に剣さえあれば二度と悪さができぬように切って捨ててやるものを。日本でそれをやったら銃刀法違反で現行犯逮捕だよ。誰も実際やるとは言ってない。そういうお前は平気なのか、コンラド。この息の詰まるような熱気と人混みは。不快じゃないといえば嘘になるが、想定の範囲内だから平気かな。日本人は基本的にとても善良だからね。出会い頭のソフトなボディタッチくらい可愛いもんだ。そうなのか。ああ、ニューヨークのダウンタウンなんか夜中に通り抜けてみろ。出会い頭にされての末になんて日常茶飯事だ。反撃しようにもがだし、下手に本気を出したら出したでこっちが犯罪者になってしまうだろ。結局泣き寝入りするしかなかったりして本当に大変だったよ。コンラート、お前それは大丈夫だったのか。いや、あの頃は俺もやんちゃしちゃったな。そんな穏やかな目で遠くを見るな、余計怖いだろうが。昔の話だよ。幸い特にひどい後遺症も出なかったし、ああほら、シマロンとの対戦直後でいろいろと気持ちもすさんでた時期だから。いや、すさんでいたからといってこんなと。ま、そんな経験から未来の魔王陛下をお守りする以前に自分の身は自分で守らないとダメなんだなと骨身に染みて米軍の特殊部隊に入ったりもしたんですけどね。そこで学んだことは一つ、圧倒的な力の前では素人は下手な抵抗をするな。これです。さっきの話はそこにつながるのか。ま、そんなところです。でも本当に陛下がいてよかったですよ。まったくだ。あの方の存在が俺の進むべき道を照らしてくれたんです。ああ、本当によかった。
危うく踏み外すところだったな、コンラート。どうしたんだボルフラムまで。いつもなら嫌味の一つも言うくせに。いや、今日はなんとなく心から有利に感謝したい気分なんだ。ああ、私もだ。奇遇だな。さて、二人はまだ疲れているようだからここで休んでいて、俺はちょっと巫女さんを探してきます。じゃあ荷物見ててください。わかった。気をつけて行ってこい。人に歴史ありって言うんでしょうか。そうだな。あまり知りたくはなかったが。兄上、コーヒー美味しいですね。そうだな弟よ。なあ巫女さん、今どこですか。ああ、それじゃあ荷物が増えたでしょう。お迎えに上がります。はい、ええ、そこで待っていてください。すぐに向かいます。ちょっとお茶をしながら親睦を深めていたんですよ。そう、二人とも疲れてしまったみたいで。ま、世間知らずの可愛い兄と弟ですからね。はい。